千葉百音は5位フィギュアスケートアメリカ女子 SP。フィギュアスケートグランプリ GP シリーズ第1戦、スケートアメリカ第2日は21日、日本時間22日、米テキサス州のアレンで女子ショートプログラム SP が行われ、昨期の4大陸選手権3位で、今期からシニアに本格参戦した千葉百音選手、木下アカデミーは64.24点で5位につけた。 2022年、北京冬季オリンピック代表の川辺真奈選手、中京大は62.80点で、6位吉田春菜選手、木下アカデミーは59.40点で9位だった。首位はルナ・ヘンドリックス選手、ベルギーで75.92点。フリーは22日、日本時間23日に行われる。GP シリーズデビューの千葉百音は5位発信、キスクライでは笑顔を見せながら一例、フィギュア、 21日、フィギュアスケートグランプリ、GP シリーズ第1戦スケートアメリカ女子ショートプログラム、テキサス州、アレン。ジュニアのカテゴリーながら、昨季の4大陸選手権に出場して、銅メダルを獲得した、千葉100音、18、木下アカデミーが、64.24点をマーク。出場12選手中、5位で22日、日本時間23日のフリーに進出した。 今大会が GP シリーズのデビュー戦となる千葉は6番滑走として新ショートプログラム SP 曲黒い瞳のメロディーに乗って演技。冒頭でフリップトーループの連続3回転ジャンプのファーストジャンプで4分の1の回転不足を取られて GOE 出来栄え点で0.30点の減点を受けた。しかし続くダブルアクセル2回転半ジャンプは GOE で0.61点の加点を得た。 3本目に飛んだ単独の3回転ルッツも回転不足の判定を受け GOE で0.74点の減点。それでも最大の持ち味としている流れるようなスケーティングを見せていき、ジャンプ以外の構成要素では日本のスピンとステップで最高のレベル4を獲得してジャンプのミスをカバーした。今大会に向けてはいつもの試合と同じようにいい緊張で臨めたら、自信を持って臨みたいと意気込んでいった千葉。 演技終了直後には、表情で一度うなずき、仙台から京都に練習拠点を移し、今季から支持している浜田自衛コーチと座った、キスクライでは、笑顔を見せながら一礼して、観客の拍手に応えた。かの日本勢は、2022年、北京冬季五輪日本代表の、川辺真奈18、中京大が62.80点の6位、昨季の四大陸選手権日本代表の、吉田春奈18、木下アカデミーが59.40点の9位で、フリーに進んだ。 首位は75.92点をマークした、昨季世界選手権銅メダリストのルナ・ヘンドリックス、23、ベルギーが立った。フィギュア、世界選手権銅ヘンドリックス首位発進。日本勢は千葉百音5位、GP スケアメ上位。フィギュアスケート、グランプリ、GP シリーズ第一戦スケート、アメリカ21日、日本時間22日、テキサスアーレン女子ショートプログラム、SP。昨季の GP ファイナル、世界選手権3位のルナ・ヘンドリックス、23、ベルギーが首位発進した。 冒頭の3回転フリップ、ダブルアクセル、2回転半と成功させ、ウッズトーループの連続3回転のトーループに回転不足があったものの、75.92点を記録した。2位にアンバーグレン、3位にイザボーレビトと地元の米国勢が続いた。フリーは22日、日本時間23日に行われる。SP 上位は以下の通り。1ルナ・ヘンドリックス、ベルギー75.92点。2アンバーグレン、米国71.45点。 サンイザボーレビト、米国70.07点。4位ナペトロキナ、エストニア65.02零5点五千葉百音、木下アカデミー64.24点。6川辺マナ、中京大62.80点。9、吉田春奈、木下アカデミー59.40点。